ハンス・ユルゲンテオドール・フォン・アルニムは、ドイツ陸軍の軍人、最終階級は、上級大将。第二次世界大戦中、北アフリカ戦線において、第五総甲軍を指揮した。16世紀から続く貴族の家系に、シレジア地方で生まれる。父・ハンスは、プロイセン軍少将。1908年に入営して、ポツダムの第一この F 評連隊に配属され、翌年少尉に任官。 第一次世界大戦に従軍し、終戦時は大尉で大隊長だった。大戦中の1917年にベルリンで軍人の娘と結婚。1938年に少々に昇進。第二次世界大戦勃発直後の1939年9月に第52不評師団長に補えされる。同年12月、中将に昇進。翌1940年10月。 第17装甲師団長に就任。1941年6月22日に始まった独祖戦では、第17装甲師団は、中央軍集団、第2装甲集団配下として従軍するが、アルニムは6月28日に、ベラルーシで負傷し長期療養を余儀なくされる。9月4日にはこれまでの選考で、騎士鉄十字章を授与され、その後回復した。 彼は9月中旬に、師団へ復帰する。台風運作戦におけるブヤジマブリャンスク二重包囲戦では、ブリャンスクを占領するなど活躍した。11月トゥーラ全面で、北方軍集団戦区、ボルホフ戦線の第39軍団司令官に任命され、スビリ川でフィンランド軍部隊と連結するよう命令を受けた。しかし、12月ソ連軍聖シベリア部隊の強力な、 反撃に直面し、アルニムはチフビンで眼鏡に抵抗した後でボルホフまでの撤退を圧倒的不利な状況下で成功させた。これは彼の能力を上層部に認識させることとなった。同月17日に総公兵大将に昇進。1942年5月アルニム率いる軍団は長らくソ連軍の包囲下であったホルムを解放した。 ついで第39総甲軍団は、中央軍集団第9軍前下となり、第2次ルジェフ海戦において、ソ連軍の攻撃をよく防いだ。上官に当たる第9軍司令官、バルター・モーデル上級大将は、アルニムを、勢力的で、責任感が強く、決して動揺することのない防御戦向きの将軍と、評している。1942年12月、上級大将に昇進して、 北アフリカ戦線チュニジアの第5総合軍司令官に就任した。翌年3月にはエルビン・ロンメル元帥の後を継いでアフリカ軍集団司令官に就任するが5月に数軸軍残余部隊とともにチュニスで連合軍に降伏した。残りの対戦期間をイギリスのトレントパーク捕虜収容所、ついでアメリカが州国内の収容所で過ごし1947年に 釈放された。西ドイツのバードビルドゥン園で死去した。ありがとうございます。